バイクに出,出かけるときも今までは、えー、デジタル一眼レフの、えー、EOS 7D Mark II や、えー、EOS 60D を持って行っていました。えー、それでもですね、えー、60D を使ってもですね、えー、バイクで出かけるとき結構カメラが大きいんですね、えー。重さもまあそこそこあるので、えー、そこでですね、えー、小さいカメラ、 何かいいものがないかなと考えたときですね、えー、ミラーレス一眼にしようかというふうに、えー、考えました、えー。ミラーレス一眼でも最近はですね、フルサイズのものが非常に多く出てるんですが、フルライス、フルサイズのミラーレス一眼は大変に重く、えー、それからですね、えー、大きさもですね、 えー、かなりあるので、えー、デジタル一眼レフとほとんど変わらないような感じなので、えー、ここはですね、思い切って、えー、撮影素子の方も小さい、えー、マイクロフォーサーズのものを考えました。えー、そしてですね、選んだのがオリンパスの OMD ですね。OMD シリーズの中でも EM10 というタイプなんですが、これは、えー、初心者タイプということで、比較的値段も安いんですね。えー、そして今、M4 が出ていますが、M3 がかなり安くなっていたので、えー、OMD、えー、EM10M3 の、えー、レンズキットの方を今回購入する、えー、しました。 これが取り出したところですね、えー、こちらの方が本体になります、えー、液晶の方がですね、えー、このようにチルト液晶になっていますチルトですねこういうふうにバリアングルではないんですね、えー、それからこちらの方がですね、えー 40mm から 150mm、えー。マイクロフォーサーズだと焦点距離フルサイズ換算倍になるんで、80から300ということですね。えー、望遠ズームです。それからこちらの方、えー、パンケーキ型と呼ばれているね、ズームなんですけれども、14から42。えー、フルサイズ換算で、えー、28mm から 84mm。 このね、レンズ非常に小さくていいなというふうに思ってるんですね。えー、それからこちらの方が、えー、バッテリー、充電器ですね、えー。それにこれは別個で買ったもので、えー、レンズプロテクター、えー、フィルターですね。レンズ保護フィルター。えー、こ,ちこちらの方はですね、えー、防水のプロテクターに、えー、フィルターになって、保護フィルターになっています。 えー、標準ズームの方がが 37mm で望遠ズームの方がが 58mm となっていますそれでは、えー、プロテクター、えー、プロテクトレフィルターですね えー、保護フィルターの付けていきたいと思いますこちらは標準ズームですね、えー、こちらの方を外して37ミ、mm、リってかなりちっちゃいですねあこうかこんな感じなんですねで、ここにこういう風につけるのでフィルターの分だけねちょっと、えー 持ち上がるんですねからこちらの方望遠の方ですね望遠ズームの方はは5 8ミ、mm、リこうですね、えー、ちなみにですね、えー、レンズの方レンズフードは用意しませんでしたなぜかってレンズフードの分って結構大きいんですよね 今回、携帯性に優れたものというふうに考えたので、レンズフードの方はですね、えー、使わないというふうに考えています。それでは、えー、と本体の方で、ね、レンズをつけていきましょう。まずですね、バッテリーを、ここですね。えー、ここに、 えー、けます。こちらですね。えー、向きは、こうでいいのかな。はい。逆におそらく入らないと思うんですよね。あ、逆は最後のところ、一番最後までいかないですね。えー、カチッと入るところまでは、こうですね。そして、ここが SD カードですね。SD カードも入れていきます。 えー、SD カードの方はですね、えー、ちょっとですね UHS の、えー、2のものですと結構高いので今回 UHS1 のカードこちらの方にしましたまああの動画なんかね 4K とかでは撮らないので1で十分だと思うんですね、えー、それではこちらのですね 128GB の SD カードこれを使いますこれでこちらですね向きがここに出ているのでこの向きでこのように入れますこれでこうですね えー、それでは標準レンズをつけていきます、えー、赤でですね印がここについているのでここに合わせますこうですねはい、えー、やっぱりかなり小さいですよねただ重さは結構ありますずしりときますやはりねちょっと違うんだなと思います えー、ミラーレスですね。やっぱり一眼なんですね。これが電源のようですね。えー、それではちょっと電源を入れてみます。こうなんですね。ああ、このように。あ、せり出すんですね。あっ。えー、こちらの方ですね。 えー、パワーズームなんですね標準点てああパワーズームなんですねこちらの方こう回すとですね動く,動くんですねああ標準はパワーズームなんだえー、今このようにですね、えー、こちらの方、えー、液晶の方で出てますけどねファインダーもついてるんですねこれね 写真の方はですねこのシャッターボタンを押すと撮れるんですがファインダーの方、えー、こちらの方、えー、こちらとこちらにあるんですがこれ切り替えスイッチがあるのかなと思ったらこれ近づくと消えるんですねこれ分かります今ここにですね顔が近づくとここ消えてこっちこれ今両方ついてるんですね 顔が近づきました。あ、こう、こういうふうにね、消えるんですね。ファインダーの方が、こういうふうにはい、わかるでしょうか。そしてこれ、タッチでもスイッチ切れる、あのシャッター切れるんですね。このように。あこれもなかなか便利ですね。タッチでも切れると。 ということなんですね、えー、非常にですね、えー、小さいのでいや,やはり機動性がありそうですね、えー、こちらの方 OMD ですね一番安いやつ今この EM10 というのがかなり安くなっています さてじゃあ重さの方も測ってみましょうかえー、標準ズーム付きでね、えー、ここにスケーラーあるのでここに載せます0ですね 516g ですねやっぱり結構重そうな感じがするんですがでもまあ一眼レフから比べるとですね軽いですねこちらの方もつけると 今ここに載せて 540g ですねえー、そしてこちらの方ですねえー、標準望遠ズームをつけて測ってみたいと思います 赤の印を両方とも合わせるこうですねこっち側のはさすがにパワーズームじゃないですねはいじゃあ望遠をつけた重、えー、望遠つけてもですね 632g という重さですねやはり軽いですね それではこれからストラップの方を取り付けますストラップはですね砲、えー、道巻きとかニコン巻きと言われている方法でストラップつけていきたいと思いますまずこうですねえー、ここがアジャスターでここがですねえー、これ何て言うんでしょうねこの留め金 え、リング、サルカンっていうらしいですね。え、こちらの方をつけていきたいと思います。まずこうなん、んこういうふうにですね、こちらの方後ろにして、え、ここですね、このストラップのリングに、これを通してやります。え、通したら、ここですね、このリング、 サルカンって言うんですが、これに、こういう風に通して、通したやつをですね、実はここなんですね。ここの奥、アジャスターの奥の方に、このように入れます。そして、こちらですね、ここに出てくるので、これをですね、ここへ、 出すすんですね、この真ん中へね。えー、真ん中へ出すことによってこの余った部分がですねブラブラすることがないというのがこれが2本巻きの方法なんですね、えー、反対側も同じようにしてつけます